大谷大学は京都市北区小山和佐町に本部を置く日本の私立大学である。1922年に設置された。大学の略称は大谷、大谷大、谷大。1665年、東本願寺が設立した学寮を起源とする大学である。開設時以来、文科系大学としての規模、内容を堅持し、見学の理念として、 各専門分野の綿密な研究、教授を通じた自己の信念確立への方向性と深い教養等を持った人物の育成を掲げる。鈴木大説をはじめ著名な学者が教授として在任した。また、蘇我良人、金子太英山口駅等の近現代を代表する仏教思想家、仏教学者を輩出している。卒業生は、 専門分野における特性を反映し、僧侶、教員、図書館師書、博物館学芸員、社会福祉、出版等々、幅広い分野において活躍している。府の図書館は、蔵書数89万冊。永年にわたり収集寄贈された内外の基調転籍の公開、各専門分野の学術書、重要図書の網羅的な収集。 公開が行われており、文化系短科大学としては、質量ともに、国内有数である。博物館には、三峡指揮中集、春木、洗濯本願念仏集、湯浅過激騎神場など重要文化財発展を、はじめ、1万2000点余りの文化財が収蔵され、随時転換されている。学猟記の詳細は学猟を参照。大谷大学の 全景新州総合研究所広玄関を東側から望む広玄関小棟以下の建物はカラスマ2の東側にある2015年に解体喜び儀期間1期工事のため解体された建物2016年に解体喜び儀期間3期工事のため解体された建物1998年に開かれたスポーツ施設とセミナーハウスを 主としたキャンパス本部キャンパスでは2014年6月から2018年3月にかけて建物の大規模な改築を含むキャンパスの総合整備を行った。まず2014年に施政館を仮設の校舎に移転させ、弓道場を体育館横部室棟のさらに東側に移転させ、ついで2015年3月から3号館、施政館、分子館を取り壊し、 2016年9月から新教室棟である、喜びき機関の南側部分を使用開始した。ついで2016年10月から1号館のうち、旧館部分と旧、旧道場を取り壊し、喜びき機関の残りの部分と、響き流館との連絡橋を新築し、2018年3月に、竣工した。最後に仮設、姿勢館を撤去する。景気は、 教室のほか、研究室、事務室のほか、各階の教室部分と研究室部分の間に3種類の交流スペースを置き、学生の主体的な学習をサポートするほか、1階に、歌唱、学生ロビーを置き、ラーニングコモンズ機能を持たせることになる。東京移転後の歴代学長一覧、清沢満志南城文雄佐々木月賞村上、千条稲葉正丸。 上杉文秀公の法運住田里志見本田和馬、大賀秀道関根吉政山部修学、大谷永世藤岡良厚,厚,厚山口松正地か含む、栄蘇が良人の上春生安藤俊夫松原雄前、広瀬隆史北西、広瀬寺川俊明久留部明雄小川一条、木村千明草の県式季五四季学両記の講師に、ついては閣僚を参照。インド韓国台湾。 中国アメリカドイツハンガリーフランス。ありがとうございます。